ここは沼津駅です。どうも、どうも。すごいね、このアプリかやんね。やっぱり違和感だな。だって JR 東海エリアでさ、宇都宮行きっていうさ表示がやっぱね、てか構図も構図であれだからね、神奈川だからね。違和感のある電光掲示板。軽沼津からとりあえず小金行きに乗って小田原まで向かいます。5時52分発です。あと20分ぐらいありますけどね。言うてこの車両がここに、すでにいらっしゃったけど、この JR 東海と JR 東日本の車両がね、こう同時になんかあるっていう。沼津駅は一応 JR 東海エリアなので、こうやって JR 東日本の車両がこうやっているのはなんかやっぱちょっと違和感を感じるよね。あ、そうです。一応あのもう JR の管轄、東日本管轄じゃないからやっぱ違和感だね。そうなんですよね。本来はこっちの車両があってるからね。もう左は神津行きで、右一応小金行きなんだけど、どっちも神津を駅にあの行くっていう感じなんだけどね。まあ圧倒的に小金行きの方が神津に着くのが早いんだけど、うん、こっちかっ、そう、一応こっちも神津には向かうことはできるんですけどね。まあ JR 東海おなじみ313系の車両がねいらっしゃいますけど、まあ、こっちは JR 東日本おなじみの E233 系がいますけど、もう僕らにとってはこっちはやはり見慣れたものと。東京経由上の東京ライン通名新宿通と、まあ、もちろんボックス席がありますので、これで一応小田原まで行きますけどね。あれ、こっちのサイズだって普通にあるんだね、このシート。へえ、なんかあんまり見ないよね。やはりあっちのロングとかが基本だからね。あ、綺麗だね、こっちの色のシートが。いいな。たまには御殿場系言ってもまあ悪くはないけど、まあバレ時間かかるわね。圧倒的に遠回りだからね。2.15 です。ニート車、湘南ライナーにはあの大体適用されております。ニート車来ました。ニート車、平日の朝は働きますよおー、こんな間近で俺見たのは初めてかもしれない。まあそんなこんなでここは小田原駅って感じなんですけど、湘南ライナーじゃなくてオハイオライナーの新宿26号のホームライナー券を買おうと思って1時間早く来たんですが、見事に売り切ると、520円で乗れるホームライナーの、オハイオライナー券は消えました。全面展望に乗りたかったんですが、まあみんなそれ狙いですよね。だって消えちゃうんだから。まあそんなこんなで買えなかったんですが、215系じゃないです、251系のあの車両、全面展望って言っても今日はあいにくの雨なんで、まあまあまあと思って、今日はじゃあもっと豪華にしてやろうと、グリーン車でね、215じゃない、251のグリーンっすよ。バケモンっすよ。あのむちゃくちゃ豪華っすよ、座席。それに乗れるだけでもとんでもないあのことだと思うので、じゃあ今日はあの全面展望ではなく、あの251のグリーン車、豪華グリーン車に乗ってみたということでね、あのここ小田原からおはようライナーで新宿まで行こうと思います。これですよ、おはようライナー新宿、始発 C41 分、新宿の26号新宿行き。まだ結構時間、ちなみにここには回送の185系が止まっております。いやー、185ですよ。いずれ消えてしまいますが、死んでる。これが入って入ってくるのが215。
本当にバカみたいに椅子がひれ。これすげえな。あ、これ基本的に窓側の方がいい。え、何このスイートビッチ。めっちゃ広いし。え、すげえ。え、こんなにすごいの。いや、こんな足伸ばせる。え、普通。すげえ、あり余ってる。あ、すぐあり余ってる。え、こんなにすごいの。噂では聞いてたけど最高級だったんだ。え、これすげえな。な、お前セオナスフリークライニングリーンとか失礼だろ。いやもう高級すぎ。当たり前じゃんこんな。え、すっごい。うわ、え、こんな倒れんの。え、広々としてる。え、広い。こんなにシートがさ、余るの。幅。グリーン系でご利用のお客様、グリーン系を車内で購入されますと。これもね、もちろんね、あの、あれがありますから。待て。こういう感じと。あ、違う、これ見て。にゃーん。いい、二つなの。めっちゃ豪華すぎ。これがグリーンですよ。ちなみに普通に指定席のやつがおはようライダー乗ったんですけど、ウィーンとはならなかったです。やっぱその時点で251のグリーン車っていうのは圧倒的に指定席よりもすごすぎる。これ新宿まで乗るのって豪華すぎる。本当だね、かなり快適すぎる。本当だよ。
乗車ありがとうございます。東京ライナー26号新宿駅です。停車駅は渋谷と終点の新宿です。こちら側東京には参りませんので、ご注意ください。またお客様にお願いいたします。
本日埼京線内池袋駅にて信号設備の確認を行っておりましたため前を始末列車との運転監督が詰まっております。まもなく新宿です。5番線到着出口左側です。この列車は約17分遅れで新宿駅に到着しています。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけしております。新宿26号17分遅れで新宿着きましたが、まあ、そんな感じで帰ってきましたね。グリーン車はいい座席でしたということです。またね、もう251はお別れです。これで僕は目を覚めこれで251のおはようライダーの乗車は終わりにします。ご視聴ありがとうございました。